6月の壁面を飾るパーツは5月の間に作っておきましょう。詳しい作り方はコメントの URL をクリックしてください。壁面にアジサイから貼っていきます。下の方に奥から手前に貼っていきます。そこにカタツムリやカエルを貼って雨を降らします。上の方は雲で隠してください。今年のケージには雨上がりの虹も加えました。紙テープかテグスをピンと貼り、そこにタイトルを引っ掛けていきます。これで完成です。それでは各パーツの簡単な作り方をご説明します。アジサイは色画用紙で作ります。小さな花の真ん中にパンチで抜いた黄色い紙を貼っていき、それを重ねて折り伏せをつけます。これを台紙の周りから貼っていきます。最後に葉っぱを貼って出来上がりです。次は折り紙で作るカエルです。三角に折ってから前足を折り上げ、後ろ足は下に折り下げてひっくり返し、鼻と背中を描いて目玉を貼れば出来上がりです。カタツムリは殻に立体感を出すため渦巻きの真ん中まで切り込みを入れて、裏側から段ボールを貼ることで高さを出しました。雨粒は銀色の紙を雫型に切ったものです。線の部分は農業用の鳥よけテープを両面テープで雫に貼りました。虹は小さな花をたくさん並べて作ったものです。お花紙2枚を屏風折りにして、それを開いて作っています。タイトルは紙テープに引っ掛けています。雨粒型に切ったタイトルの裏からビニタイを貼り、それを曲げて引っ掛けています。もう一つの作り方はビニタイを使わず、タイトルの上の部分を折り曲げてそれを引っ掛けます。飾りたい壁面に合わせて色合いやレイアウトを工夫してみてください。明日がいい日でありますように。